明日は、僕と幸太郎さんの最終戦ってこともありまして、僕が、優勝するためにはもちろん明日は勝つこと、そしてサマイスポイントですね、今のところ幸太郎さんとのサマイスポイントが6000枚以上と、かなり厳しい状況なんですが、自分としては、明日に関しては2位3位と目指しても意味ないと思いますので、無茶な戦い、無茶な立ち回りになってしまうかもしれませんが、最善を尽くしてサマイス勝ちを目指したいと思います。明日の狙い台なんですが、やはり、自分の方はサマイスポイント取らなきゃいけない状況なので、高純増機そちらの方をメインに絞り、ハマり台ですね、そちらの方が何点かありましたので、朝一、リセット状況の方を確認しながら立ち回ることと設定狙い、そちらの方で何点か、狙い台をつけましたので、まずはですね、朝一入りながらリセット状況を確認したり、状況を把握しながら狙い台絞っていこうと思います。明日最終戦を迎えるわけなんですけども、これまで2戦を終えて2勝0敗で、サマイスの関係でもかなり優位に立っている状況なんで、明日勝つと問答無用で優勝となりますので、しっかり自分の立ち回りをしてニノさんを撃破して完全勝利目指して頑張りたいと思います。明日の狙い台なんですけども、バディース絆が今日見てる限りかなり強い印象がありまして、まあ結構狙い方としては据え置き、まあリセットの据え置きか、そのまま高設定据え置きかっていうのは分からないんですけども、前日回数がついてたダイムが今日も回数ついてたりしたので、まあなおかつ上げ狙い、回数ついてない台が上がっていたっていう傾向もありましたので、まあ上げ狙い、そして据え置き狙いともに候補台っていうのをピックアップ1台ずつしてあるので、まずはその台から狙っていきたいと思います。とりあえずは本日はグレーを利用する大勢店にご来店いただきまして、誠にありがとうございます。そうですね、まずハルス、基準をこちらの方が合わせ2日間で多分830ぐらいですかね、こちらの方はまってるので、まずこちらの朝一状況からですねチェックしながら、あともう1台もはまってるので、そちらのまだハルスのコーナー誰も来てないので、まずはリセット状況だけ確認したいと思います。とりあえずモードが良さそうだったらもうやめようかなと、リセットしてる可能性大になりますので、まずはちょっと出目だけ確認しながら、ちょっと出てますね、多分朝一幸太郎さんは昨日の下見の状況からすると多分絆いってると思うんですよね、多分なんですけど、唯一かなり強く感じたのが僕も絆だったんですけど、僕に関してはやっぱり絆じゃちょっと出玉は追いつかないかなと、6000枚以上の差がありましたので、まず朝はこういう台選びをしました。今奇数が2回だけ来てるんですけど、パキッパキンはしてないんで、もしかしたらモード自体は悪くはないのかもしれないですよね。なので一旦ですね、ちょっとこれだけ見て、73連、ここでもう当たってもいいんだよ。なのでこの前兆だけ確かめます。とりあえずね、一旦こちらの方は今前兆が、弱いので、まずもう一台リセット状況を確認したいとありますので、アナザーゴッドの方に、なので一旦ですね、こちらの方はやめてそちらの移動したいと思います。このアナザーゴッドハーデスなんですが、当日まだ0回転ですね、こちらの前日が736回転となってますので、とりあえずですね、一旦朝一状況を見ながら、800のヘルゾーンも狙っていきたいと思います。
ギンバギ言ってますね。あー順目10ゲーム右上がりキノナ、とりあえずですね朝一にもうパキンパキン鳴ってたので、ちょっと今右上がり引いたので、その様子だけ見て一旦この台もやめようと思います。多分ですね、あー奇数ハサミ準備以上のコースね。これはこのままね当たってくれりゃ何も問題ないんですけどね。準備以上か、まあ、天国か、ね、ヘルゾーンと22ゲーム青、これは椅子はダメと。子役からヘルゾーン当選したので、それがもしかしたら朝一のリセットでヘルゾーン降格内部的に言ってたのかもしれないですけど、ちょっとそれはわからないですね。子役言いちゃってたので、今、50ゲームほど自分の方で回したんで、朝リセットっぽかったですけど、前日が736ゲーム目なんですよね。なので一応ですね、800のゾーンまだあと数十ゲームなので、確認のためにも一応そこも回しておきます。そこで来たらもう、強気濃厚になりますので、煽りが確認しておきます。あ今いきなり来たんですけど、64で来た736、これで今ちょうど800なんですよね。強気、あ強気っぽい、強気っぽい、一応強気の可能性が高く今この台になってます。今700ちょっとで、あ800ちょっとですね、ゲーム数的には。なのでこのままですね、天井狙いとして、切り替えて打っていきます。お、うわ天国、多分さっきの中段リプレイか、初め目から直撃してくれたか、天国に上がったかの可能性が高いと。いやもうね、正直天井だと時間効率悪いんで、当たってくれた方がいいんですよね。もうこれなんだ、来い、5回、あ3連、あちょっと熱いぞ、ここ4連、ここ、あ絶対いただいた、102ゲーム今週の方が300枚で、ジャッジメン、とりあえずね、もう当たってくれりゃいいんですよ、こんなんね、初当たりを何回もね繰り返してた方がもちろんそれはいいんでね。いやワン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 、いやもうこんなのはね、まあ、ワンワンなんでいいんですよ。じゃなくてこれ中にどれだけね特殊役いけるかだけなんで、まあ、でもやっぱね、はい、まくります。まあでもいきなりこのステージからですね、まあ、あとのね
と思うんですけど、とりあえずは、30まずは回そうかなと思います。今期待しちゃいましたね。これで抜けちゃったので、まあ出目もそこまで強くないので、33ゲームでこの台はやめて、次の台を探したいと思います。このアナザーゴッドハーデスなんですが、こちら朝一、僕の方が回した台なんですが、朝一奇数テンパイの方がなかったので、強気の可能性も高いですし、とりあえずですね、こちらの方夜越しの天井台で打っていきたいと思います。おはようございます。おはようございます。やっぱ寝台シャドーハーツとかですね、あとはやっぱり花々は前に並んでたお客さんが結構行く。あれ前結構絆いたんですけど、今日に限ってはちょっと少なめ。はい、とりあえずバジリスク絆の候補台、第一候補の台取れたんですけども、まあ、これかなり前日前々日と高設定じゃないかと思われるような挙動している台で、まあ、こういう据え置き高設定が据え置かれてるっていうような台が結構見られるので、まあ、これが3日あるかって言われるとちょっと分かんない部分はありますけど、まあ、リセットにしろ据え置きにしろ、まあ、打ち替えとかもある可能性も全然あるんで、まあ、とりあえずこれ様子見ながら、朝一は打っていこうかなと思います。まあ、今日もしっかりと花々はベッドランプ対策されていると、まあ、いつも出目は変わってるんですけど、牽制唯一1台この台、これ牽制って昨日一番良かった台なんですよ。初当たり19回ついてて、まあ、転生で行くんやったらこれかなと思ってた台なんですけども、それだけ出目変わってないんで、これ学軍チェックしたいとこなんですけど、まあもう絆取ってるんでできないんで、もし誰か打つようであれば、まあちょっと確認はしたいかなっていうとこですね。何の意図があるんか分かんないですけど、まあ、この台据え置きの構成って高設定の背置き狙いとして第一候補なんですけども、まあ、上げ狙いの方がちょうど隣なんで、まあ、その台の様子も見ながら打っていこうと思うんですけど、とりあえずその上げ狙いの方は朝一広角にはいってましたね。まあ、リノさんの方が朝一ハーデス行ってたってことは、まあ、もうただま枚数狙ってくるっていう強気の攻めの姿勢やとは思うんで、まあ、かといって僕はペース乱すことはしたくはないので、僕は僕の立ち回りペースで打っていこうと思います。まあ、僕の今の現状2勝0敗でこれまで来ていて、なおかつ三枚の関係でも優位に立てている状況なんで、本当無理はする必要はないと思うんですね。一番やったらあかんのが、まあ、負債を抱えてしまう、大負けしてしまうっていうのが一番ダメで、もし大負けしてしまうと、まあ、もちろんリノさんにも逆転されてしまう可能性もありますし、まあ、二郎君に関しても1勝1敗で来てるんで、まあ、もし次回次たくさんと最終戦次郎君あるんですけども、まあ、大量で得られると逆転されてしまうという可能性もなきにしてもあらずなので、まあ、この台が少しでも悪ければ挙動が、まあ、思い切ってやめてリセット狙いなり酔い越し天井狙いなりに切り替えて、まあ、少しでも期待値持っていく立ち回りを切り替えるのも全然ありやと思うんで、最初大負けしないということも頭に入れて今日は立ち回っていこうと思います。
今宵は月がよう見えそうじゃ。激圧252ゲーム激圧してましたね。何も引いてないんで謎 BC。 255ゲームですね。まあ極度別に弱手は引いてたんで、それ調合とかに上がってきた可能性も全然ないんで。えらい中赤、まあ、多分調合中ですね。ようやった。450枚でバジスチャンスです。 LED が黄色。いいぞ。一発目は BT ならですね。お待ちください。104ゲームチャンスにプレイです。はい、107ゲームかけていきましたね。まあ、高額中のチャンスリプレイがですね、相当しか追加としてるんで550枚です。えらい中赤、赤一色ですね。ようやったバジリックチャンス。なんで転生初当たり 4,5 回引いてる台以外はちょっとまだ何もわからないという状況ですね。リノさん当たっとるんですけど、まあ、悪あがきしてますよね。完全にもう無理なん分かってんのにね。わあ、おもろちゃん来た。お願いします。はい、外れる。じゃあ出んなよっていう話。弱い。やられました。はい、このバジスクタイムは2セットですね。337枚でした。見よ、こちらの前から1ゲーム目でチャンスリプレイですね。もうちょっと1ゲーム早く引いてくれればまだ BC 一回あったんですけどね。170ゲーム発展ですね。
謎BC ですね。中狙え中あ謎はない。これまだ兆候にいたんじゃないですか。分からなかったですけど、よろしくお考えいたします。よろしくお考えいたします。青に一足はい、ビーチさん一発ですね。 BT 同点です。なかなかいい挙動、リロードしたおもろきましたね。 50% 以上継続率、これはちょっと出玉作るチャンスですね。頑張りどころ。忍びの争いは修羅の地獄だ。当たった。